こんにちは、トクです。今回は、いつどこでな、だ、だ、が、いつどこで誰が何をしたゲームっていうアプリをやっていきたいと思います。こちらのゲームはですね、いつどこで誰が何をしたっていう、4人で遊ぶゲームなんですけど、まあこれでね、それぞれが考えた答えをまあ一緒にね、こう連携させると面白くなるよねみたいな感じのゲームですね。まあそれがアプリになりました。ええって感じなんだけど、まあ暇つぶしにやるゲームがなんとオンラインゲームになっちゃったっていうね、もうすごい発想だよね。まあとりあえずやっていく。今日サクッとした動画にしていきたいんだから、もう即即やるわ。友達と遊ぶオフラインプレイ、履歴があるんですけど、まあ友達とりあえず今いないんで、あ、今じゃねえや、いつもいねえわ。まあ、とりあえずゲームスタートで行きましょうか。オフラインプレイはどうなるAI と一緒にやるのかな、悲しいな。まあ、とりあえず。名前か、ちょっと待って。はい、昨夜はヤクザで行きたいと思います。いつもね、この名前使ってます。ちなみに初めて使います。オフラインプレイ。真っ昼間からラスベガスでムスカ大佐がトラ、すごいな、これ。通報しようかな。世界の始まりの日、カラオケで全然知らないやつがトラベリング好きだな、みんな。面白いな。ちょっと待って。あ、これ超面白いのあった。そう遠くない未来、ディズニーランドでガクトがば。これ他の人が見れんのか、他の人がやったやつ。面白いな。トラベリング勢多いな、あと。バレンタイン、これトラベリングとかさ、ランダムでやって、ランダムっていうか、あれだね。なんか項目から選ぶ感じなのかな。バレンタインに、品川水族館で全然し、あ、どこで、あなたはどこで、あ、違う、あ、打ち込むのか。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。どこで打ち込みたいと思います。どこにする？どこでだよ。ね、あ、場所だよね。どうしようかな。ディズニーランドとかいいと思ったけど、さっきやったもんね。いやー、ちょっと待ってね。コンビニでとかどう？コンビニで。これ自分で打ち込めるんだね。トラベリングじゃあ、みんなトラベリング好きすぎん？とりあえず、コンビニで行きたいと思います。行きまーす、コンビニで。みんな行ったのかな？あ、2056年、未来だね。コンビニで。ガクトさんが？読書、え？意外とありそう。意外。あれ、ちょっと待って。意外とちゃんとした文章になったんだけど。2056 でもコロコロのガクトさんって多分結構年老いてると思うんだけど、今2022年でしょ、44年。面白いなこれは。いやでもちゃんとした文章になってんのがすごいな。逆にこんなことあるって感じだけど、ちょっともう一回やっていい？今日はやけに苦情が来る。すごい顔の形。さあ続いていきましょうか。あ、ゲームスタートで、あ、もう一回マッチングする感じかな。トラベリングが明らかに多いんだよな。トラベリング好きな人がいるのかな。何のことか分かんないけどで、ね。さあ、何をしたですね。いやー、これ何をしたって結構一番重要なところじゃないかな。いや、どうしよう。うわ、これ20文字までいけるんでしょ。あなたの担当は何をした。はい、今回治療をしたでいきたいと思います。ちょっと癖強いでしょ。これでいきます。いや、これね、うまくはまんないと面白くないんですけど、ちょっとかけていきます。はい、2056年好きだな。銭湯で何、おじいちゃんが、あ、面白くない、ごめんなさい。さあ、そろそろ来るかな。あと1秒ですね。来るかな。はい、どこで担当。一番さ、最後のやつが一番難しいよね。ほんと最後で決まるじゃん、正直言って。だから俺苦手だわ。面白くするの苦手ですね。はま寿司でで行きたいと思います。有名店舗のお寿司屋さんですね。これいいんじゃない？これいいんじゃないかな。はま寿司で。はい。2056年やめてね。2056年だけはやめてね。本当に。あ、いつか忘れたけど。はま寿司で。羊の群れが爆散。台無しってかこれね。評価のせいでちょっと面白くなくなったじゃん。え、羊の群れがんところでまで止まっとこう。ここまでが面白いから。爆睡したはあまり面白くないのよ、あんまり。羊の群れがんところまでが一番面白いね。いつか忘れたけど、はま寿司で羊の群れが、ここまでの流れ完璧。やっぱ最後って難しいよな。
おっと来ましたね。いつ担当、あ、初めてじゃないかな。いつどこで誰が何をしただもんね。だから最初だ、最初か。2056年はね、あの回避できますね、これで。ちょっと待ってね、お正月の日ににしたいと思います。あの年代よりもこちらの方が面白いんじゃないかなと思ったんで、こちらお正月の日にやっていきたいと思います。いきますよ。はいはい、さあどうなる。お正月の日におばあちゃんち、お、いいよいいよ、運命の人が生ゲもう最悪じゃんこれ。